自律神経がうまく働いていないと、あるところが硬くなっている、鬱とかにもなってしまうし、精神崩壊とか。周りを温めてあげると心も温まってくるんですね。病んでる状態、病んでる状態から復活する、佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、自律神経が整っていない人はほぼ 100% ここが硬い、見逃してはいけない体の重要なサインについてお伝えしたいと思います。自律神経が最近悪くて、メンタルの不調とか、はい、体のちょっとしただるいとか、はい、悩んでる方多いと思うんですけど、はい、それがなんか自律神経が原因なのかって、はい、分からない方多いと思うんです。これ貯金方法があるんですよね。そうですね、やっぱり自律神経がうまく働いていないと、あるところが硬くなっている。今からチェックしてそこが硬かった人は、自律神経が乱れてるのは間違いなくって、放置しちゃうとどういう状態になってっちゃう、どん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 硬くなっていっちゃうっていうのが一番大きいですね。鬱とかにもなってしまうし、精神崩壊とかいろんな問題が出てきますので、実際に鬱になっている、そして何かメンタルが病んでるっていう人たちも世の中すごく多いと思うんですけども、それもね、24時間働いてきてるこの体がちょっと悲鳴を上げてるわけですから、そこをチェックしながら自分たちで見ていくっていうのは一つ大切になります。でですね、実際にやるところはですね、顎周りの緊張なんですよ。触るところってどこですか？そこはまず一番はここですね、エラの後ろ側ですね。ここをグイッと押すとめちゃくちゃ痛かったりします。この骨周りの顎の下全部です。ここの部分が非常に硬くなってる。ここってなんで硬くなっちゃうんですか？食いしばりです。食いしばりはなんで起きるんですか？何かを我慢している。なるほどぐっと歯を食いしばってみんなが生きている、はい、それが体に負荷をかけている。で、体はもう嫌だって言ってるんだけど、動け動けってのを言っちゃってるのが食いしばりなので、体のサインを無視して頑張ろうとしたっていうことが原因、はい、そうですね。で、人間の体はフラクタルっていう状態でできているので、はい、実際にこの顎周りの硬さっていうのはもろ肋骨周りリンクしてます。顎周りっていうのは口腔っていうこの口の中の空洞ですね、の下についてるのが顎舌骨筋っていう、この顎の下についてる筋肉が顎舌骨筋で、こっから下が実は首になってます。こういう感じですね。ここに頭があって、口腔がある、ここにまた胸腔っていうのがあって、ここにまた筋肉の膜があります。これは横隔膜で、横隔膜が硬いのと顎舌骨筋が硬いのはリンクしてるんですね。呼吸とかも浅くなったりとか。そう、呼吸が浅くなって、食いしばりが起こって、ここの筋肉が緊張してると呼吸が浅くなりますから、こことここが掃除系になっていて、この上は骨に囲まれていて空気が入ってる、ここの上は骨に囲まれていて中肺があって空気が入ってる、で真ん中に心臓がある、真ん中にベロがあるっていう掃除系になってるので、この顎舌骨筋、ここの裏側までずっとあるんですけども、この筋肉を緩めてあげるってことを、はい、そうすると、顎周りガチガチになった筋肉もいる、呼吸も深くする、呼吸も深くする、病んでる状態、病んでる状態から復活する、体のケアをしてあげる。まず心っていうのは、周りを温めてあげると心も温まってくるんですね。だから周りから緩めていくって形で、この裏側をビュッと触って、耳の裏側がエラの裏側にキュッと入れて弱くして、でこれをくるくるくると肘の先を少し回すんですけども、くるくるくるってやると、この揺れがここに伝わるんです。耳のとこだけ見ると揺れてるか分かんない。そうですね、肘を少しこうやってくるくるっと回してあげると、揺れがこっちに伝わるって感じです。ここでもう押しても痛くなくなります。これだけで揺れる、柔らかくない、最初非常に硬いんですけども、ここの裏側もくる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 、この端ですね、端を狙ってくる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 やってあげると、で顎をグーってやって、実際にここがすごく硬い人めちゃくちゃ多くて、ちょっとぐらいやったぐらいでは緩まない人結構精神病んでると多いんですね。精神病んでる人は全員必ず硬いと言ってもいいですか？全員硬いって言ってもいいです。ここがぐにゃぐにゃで精神病んでる人はいないですよ。そうなんです。ここが緩めば、食いしばりも自然としなくなって、そうそうそう、なのでそうするとここもぐにゃんと入りやすく、ぐにゃん、横隔膜まで緩む、ぐにゃんと入りやすくっていう感じになりますから、顔もちょっと上がるんですね。こっち、まあ骨触っていただければいいです。例えばこれで言うと、内側ぐらいを触ってくる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 ってやると、ここが柔らかくなってめっちゃ開きやすくなります。今こっちだけ不自然に開いちゃうんで、僕なんかも割と柔らかい方なんですけども、やればやっただけ本当に老廃物は流れて綺麗になっていきますから、深呼吸もしてあげた方がでくるくる、どっちからやってもいい、くる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 、
ってやってあげるともうキュッと、こちらもキュッと、とても口が開きやすくなりますし、息もなんか吸えるような、吸える、すごい吸いやすくなってきます。でみんな呼吸が浅い、そして頑張っちゃってる自分の体に、24時間働いて何とかしようとしてる自分に対して慈しみながらケアをしてあげるっていうことがすごく大切で、とにかく自分を大切に扱うっていうことで心も緩んでいきますので、ぜひね皆さんも顎のケア、本当に簡単なケアですので、ちょろちょろっとやっていただいて、時間があれば基本のリンパケアもやっていただくととても緩みやすくなりますから、ぜひ皆さんもやってみてください。今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですねご意見やご感想、質問などありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。そしてですねチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そして LINE の方で皆さんにお医者さんも知らないような結構詳しくリンパについて書いた教科書がダウンロードできますので、ぜひ LINE 登録していない人は LINE 登録してください。で LINE 登録してあるんだけど教科書がない方はですねプレゼントって言って LINE の方にコメントを入れていただくとリンパの教科書が得られますので、ぜひゲットしてみてください。